ハイサイグスーヨー中華涙、コム三振広め隊の上タンディ一応意味、初めての方や未視聴という旅見せびり、初めての方は覚えていただくと嬉しいですね。今日はですね、もう何度もっていうか、もうたくさん以前からメールがあったんですけど、なかなか伸び伸びに、撮影してしまえば簡単なことなんですけどね、伸び伸びになっていたティンサグの花を練習してますっていう人が圧倒的に多くてとっても嬉しいです。三振全く初めての方がティンサグの花から始める、もう嬉しくて嬉しいですね。そのために、もう少し今度手をアップして写してほしいというリクエストが、動画にもメールにも電話でもありましたので、私なりに、ちょっと撮ってみたいと思います。ごめんなさい、10月13日だというのにセミが鳴いてちょっと大きな声を出してます。セミに負けないようにマイクをちょっとつければよかったかな。ではですね、手が見えるように、まず全く、初心者の超初心者の皆さんで、チューニングがもうできてることを前提にします。あとクンクンシーアイオツドーシー上中尺高シー上中尺高5678、ぐらいまでもう分かってることを前提にして、進めますが、分かってなくても、ティンサグの花は弾けるので、ぜひトライしてみてください。ちなみに三振体験、私よく三振の楽しさを伝えるために三振体験もやってるんですけれども、ほとんどの人が2時間以内で、まあ動画で三振体験と検索するとたくさん出てきますけど、ほとんど初めて練習して、ティンサグの花の動画をアップしてます。ではやってみましょう。まず、弾き方、チューニングは ADA に合わせてます。弾き方はもう置いといて、いきなり金作の花から入ります。まずチューです。1、2、3、チューチューコーで、この時に大切なことは必ず声を一緒に出しながらやらないと、三振だけ練習しておくと後で歌が本当に歌えなくなります。三振を弾きながら歌を歌うっていうのがどれだけ難しいかということを皆さん、感じるでしょう。だから最初に練習しておくと、それはもう本当に違和感なくスムーズにできます。1、いきますよ。チューチューコ、字幕出しましょうかね。一緒にやりましょう。チューチューコ、はい、この、動画を見ながら一緒に練習できるようにちょっとイメージで撮影したいと思います。チューチューコーチューチューコーチューチューコー、覚えましたね。もう3回ですからね。次は尺上し尺上し1、2、3、はい、その次は1、2、3、愛しこ、この繰り返しです。今弾いたのは9回、まずは簡単バージョンからいきたいと思います。9回しか弾いてません。最後の愛しこはもう愛しこ開放弦3つなんで、基本的には6つ覚えてしまえば金作の花がほぼ、いい感じになりますからね。やってみましょう。もう一回いきます。チューチューこー尺上し愛しこチューチューコーシャクジョーシーアイシーコー、はい、一緒に声出してください。シャクジョーシーアイシーコーチューチューコーシャクジョーシー、もう一回いきましょう。チューチューコーシャクジョーシーアイシーコーチューチューコーシャクジョーシー、次は歌に乗せます。ウヤノヨシゴトヤシモニソミリ、もう一回いきます。ウヤノヨシゴトヤシモニソミリ、はい、ここまででほぼ、70% から 80% できてると思ってください。あとは、
よく質問があるのが、歌って大事だったんですねと思って言う人がいますけど、本当に歌を先に覚えないと三振弾けませんからね。歌三振ですから、本当に歌が重要です。そして歌の練習が重要だと思います。プラス5個、中中高サームうるさい、どいて、サームダメ、今本番中、ダメサーム、どいてどいてどいて、これもうダメでしょ、ダメ。あとプラス5ですね、中中高、ここまで一緒ね、ですよね。六愛七愛六七一二三四五六、あれ一二三四五、あれ、まあプラス五個、足したらできます。もう一回いきますよ。ちみさちにすみてぃのとこいきますね。今度は中中高六愛七愛六七、中中高六愛七愛六七、はい、一緒に弾いてみましょう。いきますよ。中中高六愛七愛六七、ここで気づいてる方は、あれ薬指使ってるってまたちょっと思ってる人もいると思いますけど、私はこういうフラットの場合は薬指使ってます。普段は、小指使ってます。シャープの時は小指を使ってます。届かないですからね。フラットのシャープを弾く場合はもう薬指を使い分けてます。ではもう一回いきます。ちみさちにすみてぃのところですね。中中高六愛七愛六七で戻します。中中高尺上四愛四高、中中高尺上四愛四高。ではアップにして、手だけを取りますから、よかったら一緒に歌ってください。ではセミの声に負けないで、歌ってみましょう。よかったら一緒に歌ってください。でこれをずっと繰り返し、練習してると話しながら三振も弾けるようになります。今伴奏ですね、伴奏。歌むちえびん、まずは簡単バージョンできます。ティンサグの花や、ちみさちにすみてぃ、うやのよしごとや、ちむにすみり。もう一回いきます。親のよしごとや、ちむにすみり。もう一回いきましょう。中中高尺上し愛しこ、中中高尺愛七愛六七、中中高尺上し愛し高、中中高尺上し。もう一回歌います。ティンサグの花や、ちみさちにすみてぃ、うやのよしごとや、ちむにすみり。うやのよしごとや、ちむにすみり。今度は、宇宙とを入れてみたいと思います。一緒に歌いましょう。ティンサグの花や、
しみさちにそうみて親のよしごとやちむにそうみり親のよしごとやちむにそうみり。はい、感想終わります。ゆっくり。こんな感じで終わります。ぜひ皆さん三線手にした、ばっかりとかですね、始めたばっかりの方、添削の花、練習頑張ってください。練習して下手になったっていう人聞いたことありません。ぜひ、練習は正直です。そしてどうせだったら、楽しみながら、私いつも言うんですけどね、楽しく練習すると本当に楽しくなります。自分の軸って言いますかね、自分のものをしっかり持ってないと、例えばこうやって YouTube アップしてます、下手くそとかですね、そういう人が中にはいます。それはそれで、本当に関係ないと思うんですよね。自分が楽しいと思ってやってることを記録に残してください。絶対いいことがあります。私はどれだけ今まで撮り続けた動画が、特にここ3年前、4年前、本当に三線を始めて1年ぐらいの時にアップした動画を見て、その動画が5年前の動画でも今日出会う見る人がいるわけですね。その動画に共感して共鳴して、コム三線広めたいということを知って、三線を始める方もいますし、今日もブログに投稿してました。本当に三線がきっかけで、三線が好きになって、沖縄が好きになって、移住して、そして子供と一緒に映像、あるいはこうやって元気な様子を YouTube にアップしたら親が見てとっても喜んでると、三線がきっかけで親孝行を離れてる田舎の両親に親孝行ができるって、あの時は想像してなかったと思います。私はいろんなことを想像して、いろんなことがきっかけでこんな形で発信してます。これが沖縄の音色って言いますかね、沖縄の魅力って言いますか、次はこの BGM は三線で沖縄の魅力も伝える準備を、してます。安静またやあさい、いつも YouTube を見てくれてありがとうございます。そして、コム三線広めたいのウェブサイト、ブログを立ち上げました。毎日のように更新してます。よかったら、見てください。そして、やっと落ち着いてきましたので、気持ちって言いますか、賛同していただける、皆さんの例えば、三線教室とかですね、よく質問されます。三線習いたいんですと、習いたい人がたくさんいるんですよ。だけど近くにはないと、本当はあるはずなんだけどネットで紹介してないとかですね、そういう特に沖縄多いんですね。三線教室もやってるとこたくさんあるのに、なんで那覇からわざわざ来るのって言ったら、いや本当にないんですって言うんですね。本当にもう今インターネットの時代なので、そういうもういろんな人に声かけてるんですよ。三線体験やってるとこ教えてください、私が代わりに宣伝するのでとかですね、三線教室も同じです。ぜひ、賛同共感と言いますか、我々の活動に、賛同できる教室であれば、こちらから宣伝紹介したいと思います。ではまた野菜ニヘレビル。